ハップル宇宙望遠鏡による NGC6397 の写真。多くの青色はグレホシが見える。青色はグレホシは三回星団や球状星団中にある主系列星で通常の星団中に見られるようなヘルツシュプルングラッセルズの折れ曲がりの位置にある恒星から離れたところにあるより明るく青い恒星である。青色はグレホシは1953年に アラン・サンデージが、球状星弾 M3 の速攻をしている際に、発見された。構成の進化の標準理論では、ヘルツ・シュプルングラッセルズ上の位置は、おおよそ構成の元の質量と年齢によって決まると、されている。星弾では、すべての構成はほぼ同時に生成するため、ヘルツ・シュプルングラッセルズでは、すべての構成が、星弾の年齢の曲線上に、 それぞれの当初の質量のみに従って並ぶはずである。青色は、グレホシは、星団の他の構成と比べて質量が2倍から3倍もあり、このルールを逸脱しているように見える。この問題は、青色は、グレホシが観測される、星団中の密度の濃い領域で起こる、二つないし、複数の構成同士の相互作用が関係しているものと考えられている。青色は、 グレホシの形成については、いくつかの説明が考えられている。最も単純なものは、青色は、グレホシは、星団の大部分の構成の形成が終わった後に、形成されたと考えるものであるが、これに関する証拠は限られている。また別の単純な説明としては、青色は、グレホシは、当初から星団を構成していたものではなく、星団に捉えられたと考えるものである。しかし青色は、 グレホシは、星団の中心近くに存在することもあるため、この説明にも疑問が持たれている。提案されている中で、最も可能性のある二つの説明は、どちらも、星団を構成する、構成同士の相互作用に関係するものである。一つ目の説明は、青色は、グレホシは現在、またはかつて連星であり、それが融合しつつある、またはすでに融合したというものである。 二つの構成の融合は、質量の大きな一つの構成を作り出し、星団中の他の星よりも、かなり大きくなることもあり得る。ヘルツシュプルング・ラッセルズの折れ曲がり点よりも、大きな質量を持って誕生した構成はすでに、主系列性の段階を終えているが、融合によって、大きな質量を獲得した構成は、急速な進化の途上にある。この見方を裏付ける証拠はあり。 その代表的なものは、青色は、グレホ星は、星団の中の密度の濃い部分、特に球状星団の核に存在することが多いという事実である。このような領域には体積あたりの構成の数が多い、ため、衝突や接近の確率が他よりも大きくなる。この仮説を検証する一つの方法は、変更性でもある青色は、グレホ星の脈動の観測である。 融合した構成の精神学的性質は同じような質量と高度を持つ変更性のものとある程度異なる。しかし、青色はグレホシの変更性の数自体が非常に少なく、脈動の幅も小さく、非常に混み合った場所で発見されることが多いため、脈動の測定は非常に難しい。いくつかの青色はグレホシは非常に高速で自転していることがわかっている。 例えば、巨視調座47の中には、太陽の75倍の速度で自転する恒星があり、これは、衝突によって形成されたとする予測と合致する。二つ目の説明は、連星として形成された恒星の間で、質量転移が起こったというものである。質量の大きい構成は早く進化し、ロッシュローブを溢れさせる。質量が大きい恒星から小さい恒星に、すぐ質量が手にし、 構成の衝突の仮説と似たような状況が起こる。高級に炭素や酸素の割合の少ない構成が、青色はグレホシがいくつか発見されているのがこの仮説の根拠である。結局のところ、連星の間の衝突や質量転移によって、青色はグレホシが形成されたことを指示する証拠が示されている。M3 や巨視調査47。 NGC6752 の中では、衝突によってできた青色は、グレホシが、星団の中心付近、質量転移によってできたものが、外側という風うに、どちらの気候でできたものも存在すると考えられている。探査機ケプラーによって、二つの青色は、グレホシの周りに低質量の白色矮星が発見されたことは、この二つの青色は、グレホシは、質量転移によって、 質量を獲得したことを示唆している。黄色はグレホシや赤色はグレホシは色は折れ曲がり点と赤色巨星分岐の間にあるが純巨星分岐よりも明るい構成を指し三回星団や球状星団で見られる。このような構成は以前は青色はグレホシであったものが巨星に向かって進化している途上の構成であると考えられている。ありがとうございます。